こんにちは。白川郷に行ってきました。合掌造りの集落は、雪化粧により趣を増していました。本当に雪が深く、足が潜ってしまいました。駐車場から出会い橋を渡り、白川郷の合掌集落とつながっています。この出会い橋には外人さんも多く、たくさんのにぎわいがあり、つるつると滑って転んでいながら、大きな笑い声が響いていました。南アフリカから来たという女性は、この景観の素晴らしさを大変喜んでいました。昔ながらの家は、しんしんと降る雪により、逆に暖かさを醸し出しています。家の中が暖かそうで、すぐにでも入りたくなりました。少しの間、写真を見ててね。すごい雪です。さらに、さらに、降る雪。完全に見えなくなりそうです。少し歩いていくと鳥がいました。幸せの青い鳥ということで勝手に納得しておきます。そろそろ、寒くて寒くて、お茶にします。こちらも古民家タイプの喫茶店。なんとなんと、小豆食べ放題の、おしるこ。やっぱりさっきの鳥は、幸せの青い鳥。ふっふ。では、またね。さようなら。